はい、今日ですね、肩まひのリハでこの股関節介入がわかる人できる PT ですということでやっていきたいと思います。メンバーシップ一部公開します。よかったら最後までご覧ください。肩まひの方にただなんとなく股関節のRMやってませんか？角度が出ればそれでいいと思っていませんか？この動画を最後まで見ればあなたの股関節に対する考え方が変わります。内容はこんな感じになってます。曲げすぎがダメとか股関節進展はっていう話YouTube でやっていって、後半メンバーシップ限定で実技動画、股関節に対する治療介入やっていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。そんな僕はですね、脳卒中の認定理学療法士です。メンバーシップも65名突破ということで非常にご好評いただいております。月690円なんと約1日22円で入ります。100本以上の専門動画が見放題な上に、実技動画も最近充実しているので、よかったら概要欄の方からぜひご検討いただければと思います。はい、では早速本題の方に入っていきたいと思いますが、まずは曲げすぎがダメっていう話ですね。股関節屈曲の可動域って何度ですか？125度です。これは学生の時に散々習ったと思いますが、股関節の関節可動域は屈曲0から125度、進展0から15度、これが参考可動域で、基本軸が体幹と平行な線、移動軸が大腿骨、大天使と大腿骨の外側上下を結ぶ線でしたよね。とまあここまではいいと思うんですが、こう見ると股関節の可動域だっていう印象が強くなりますよね。え、だって股関節の可動域じゃないですか？そうなんですが、意外と見落としがちな部分、骨盤の動きも伴うです。股関節って当然ですが大腿骨と寛骨、つまり骨盤との関節なんですよね。でこれ股関節を屈曲させれば当然骨盤も動くんです。どうすれば何度動くみたいなマニアックなところはメンバー限定でお伝えしていますが、ただ今回の本題である脳卒中肩麻痺ではどうか、麻痺がある方の股関節は多動的に動かしてきちんと動くだろうか。麻痺してるってことは股関節周囲の筋緊張に異常があったりとか髄性に問題があったりするわけですよね。その状態で多動的に股関節を動かせばどうなるか、これとても注意が必要なのがわかると思います。股関節屈曲角度の参考可動域125度は股関節と骨盤の可動域を合わせた角度なんですよ。股関節の動きに伴って骨盤も動くとされているわけですね。ただ麻痺の影響で動きにくい状態の下肢を何も配慮せずに動かせばどうなるか、例えばインピンジメントの原因になったりします。よく股関節の前面が痛いっていう方いませんか？多動的な股関節屈曲 RM をやることによってここのインピンジメントが生じると。例えば麻痺があって筋緊張が低下している股関節を曲げることによって骨盤の動きがついてこずにその周辺組織や関節芯を挟み込んだり損傷したりしてしまうと。つまり原因は理学療法士ってことになってしまいますよね。低緊張の股関節を無理くり RM やって関節芯とか損傷してしまってインピンジになってしまう。これは理学療法士がやってると言っても過言ではないですよね。何も考えないで股関節 RM エクササイズをとりあえずやってるような、そんな人が股関節のインピンジメントを作っている可能性があるってことです。で今回の動画ではメンバー限定でじゃあどうやって股関節動かせばいいのかっていう部分を実技動画踏まえて解説してますので、よかったら最後の方続きの動画ご覧いただければと思います。はい、で続いてはですね、股関節進展はっていう話ですね。脳卒中肩麻痺の方でやはり問題になることが多いのが股関節進展ですよね。でも股関節進展がなぜ大事か意外と分かってない人が多いんです。問題点は股関節進展ですって言うけど、それはなぜってところがないと意味がないんですよね。治療介入につながらないからです。というわけでここでは大事なところをギュッと2つに絞って解説していきたいと思います。それは CPG と腸腰筋です。まず CPG から説明します。 CPG は脊髄にあると言われているパターン発生器のことで、これは自動的な歩行に関わると言われています。そもそも歩行には髄的な歩行、自動的な歩行、情動行動、この3つがあると言われています。脳卒中肩麻痺という病態を考えると、多くの場合脊髄は損傷されない、つまり正常であることが多い。つまり自動的な歩行の中枢である脊髄の CPG は正常である可能性が高いってことですね。まあ、こういった仮説に基づいて超過装具での歩行練習をする。自動的な歩行を促すために超過装具を用いてまだ歩けない状態からでも歩行する、 CPG を復活するためという理由もあります。そしてこの CPG の復活、一つの要件が
股関節伸展なわけですね。で、この状態で股関節を伸展してリズミカルに歩行解除することで CPG が復活されると考えられています。他にも CPG の復活要件というのはいろいろありますが、まあ、メンバーシップでね CPG について詳しく解説しています。で、もう一つの股関節伸展が大事な理由っていうのは腸腰筋です。腸腰筋は脳卒中肩まひの方は弱ってる人とても多いんですよね。で、その理由はいろいろと考えられますが、その一つに姿勢があると思います。姿勢、例えばこんな姿勢をしていればどうでしょう。腸腰筋は短縮位になりそうですよね。つまりとても動きにくい状態になってしまうと。これではどん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 腸腰筋は使われなくなって弱くなってしまいそうですよね。で、さらに歩行においては股関節伸展時にしっかりと腸腰筋が伸長されることで下肢の振り出しにもつながるわけですよね。そういったことがこの姿勢によってできなくなってしまうと。腸腰筋が伸長されることでその固有感覚情報は脊髄小脳路を介して模様体系を復活するとも考えられています。そういったとても大事な機能が働かなくなってしまうので、まあ、股関節伸展するってことはとても大事ってことですよね。でもただ伸展すればいいんではなくて、これね、体幹とか骨盤もこのポジションすごく大事なんですよ。まあ当たり前なんですけど、腸腰筋っていうのは腰椎とか骨盤から出てるんで、そういった部分も含めた動かし方と介入方法、まあ、この後メンバーシップ限定で実技動画交えながら詳しく解説していきたいと思います。実技動画はですね、この後無料で一部公開しますので、よかったらちょっとだけでもねご覧いただければと思います。はい、というわけで脳卒中肩まひ股関節の介入ということで、曲げすぎがダメって話と股関節伸展はって話していきました。やっぱり麻痺してる股関節をぐいぐい曲げすぎてしまったりとか、筋緊張が高くて骨盤の動きが伴ってこない股関節を強引に曲げたりとか、そういったことをしてしまうと股関節の妊娠時とか、まあ、関節芯、軟部組織、その辺のね損傷につながってしまうので、ここは要注意ですよって話と、股関節伸展っていうのは、まあ、CPG とか腸腰筋、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、まあ、そういった部分を考えた上でもとても大事ですよねって話をしました。で、後半メンバーシップ限定で実技動画を見ながら、まあ、股関節の RM じゃあどうやって動かせばいいのかっていうところと、股関節の荷重エクササイズですね。で、結局やっぱり高重力位で股関節をどう動かしていくか、どう介入していくかっていうところってものすごく大事になってくるので、これはですね実技動画を交えてやっていきたいと思います。メンバーシップの続きの動画はですね概要欄の方からご覧いただけますので、ぜひですねそちらからご覧いただければと思います。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼いたします。はい、で続いてはですね股関節に対する荷重エクササイズになるんですけれども、これはステップ練習をやりながらねやっていく練習になってきます。まず、まあ、立位取っていただいて、少しね肩幅ぐらいですかね、肩幅ぐらいに足を開いていただいて、でやっぱり麻痺してる足なので、しっかりとまずはこれね荷重両方にかかるように、まあ、この方健常者なのであれですけれども、介助者がしっかり両方に荷重かかるように骨盤のあたりから操作します。でまず両方に荷重がかかったなと思ったら、麻痺側の方をねサポートしながらちょっと一歩前に出してもらって、で非麻痺側を麻痺側のところまでステップする。まずはこのぐらいからでもいいです。でこのステップする時のポイントですけれども、股関節と膝、これ解除してます。これどういった解除かというとですね、股関節にまずしっかりと荷重を乗せるように、膝はまず結構伸展にねコントロールしながら股関節荷重できるように、股関節結構やっぱ弱い方多いの でこの方も結構ね外側に揺れてしまうので、外からしっかりと股関節に荷重かかるようにね、膝を曲げた状態からぐっと伸ばしながら股関節に荷重かける、こういった解除をしてます。でだんだんねステップが大きくなってくるっていうのは、これ股関節に乗りやすくなるから前に出てくるっていうわけなので、こういった流れの中でステップをしていく。でやっぱり肩まひの方だとこれいきなりだと難しいので、例えば